はいどうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ワイトキングをね使っていきましょうやーべえモンスターをね今回は主役に添えてますけども、ワイトキングというモンスター皆さんご存知でしょうか。まあ、言わずもがなご存知の方も多いと思うんですが、このモンスターは、自分の墓地のワイトキングおよびワイトの数かける1000ポイントの打点になるというつまりですね、ワイトをめちゃくちゃ墓地に送るとバカみたいな打点にできるっていうことですね。でですね、今回のデッキ一応最大でワイト夫人も入ってるんですけど、これワイトとして扱うんで、ワイト夫人 と、ワイトとワイトキングいますんで、1,2,3,4,5,6,7,8 枚いますんで、最大打点8000になります8000になります、最大打点が。ほんでこの、デッキどういうギミックかっていうと、まあ、これ何がしたいかっていうね話なんですけども、ワイトキングの打点をめちゃくちゃ上げて高額迷彩アーマーつけたいんですよ。これ皆さんご存知ですか。これワイゼルの時にもやりましたけど、レベル1のモンスターにのみ装備可能で、装備モンスター相手プレイヤーに直接攻撃ができるっていう、まあそういう方なんですけども、これレベル1なんですよ、ワイトキングって。だからねこれつけたらね勝てるんですよね相手のモンスター飛び越えてなんか5000とか6000とか7000とか8000とかでダイレクトアタックできるんですよ。これがですね高額迷彩ワイトっていう伝説のデッキです。はい、でじゃあどうやってねあの墓地で肥やしていくかっていうと、まあ簡単ですね。これはあのライトロードギミック使えばいいんで、ソーラーエクスチェンジとか、まあ、援軍とかを使ってなんかこの辺で、まあ、墓地を肥やしていくっていう感じですね。で Y とか全部墓地落ちちゃったとかいう時でも一応あのいけるように聖者の書禁断の銃っていうね、これすごい強いんですよ。相手の墓地のカードを除外しながら自分の墓地のアデッド族の特殊ができるっていうことで、まあ、これでワイトキングとかを蘇生していったりとかするっていう、まあ、そういう感じのギミックになってます。でまあ、一応防御だとしては、まあ、ステイゴサイバーとかが墓地落ちたら、まあ、多分知らないんで、まあ、ほぼ死にません。このモンスターが墓地落ちたらほぼ死にません。なんで、こいつとかを、墓地落としていって、でしかもなんか6と1なんでね、これこういうモンスターで、まあ、ブラックロードでぶっ放したりとか、まあ、ライトロード入ってるんでエヴァリーぶっ放したりとかもできるんですけど、基本的にあんまり進行しません、このデッキ。なんでかっていうと墓地超えた方がいいんでだからもうなんかルミナスとライデンがあのを特殊召喚しておいてシンクロせずエンドみたいなのをします。そうするとなんかめっちゃ墓地超えるんですよ。そういう風に墓地を肥やしていってワイトキング出してぶん殴っていくっていう、そういうスタイル、そういうデッキ。ああ意味わかんないでしょ。意外と回んのよこれ意外と回った。ああなんかふざけて作ったけど意外といける。というわけで早速ねワイトキングのアルティメットパンチをね見せていきたいと思います。ドゥスタンバイ。さあ、こやす対決ですね。こやす VS こやす、反応強。こやす VS こやす来た。ガンマ、あ磁石か。最近結構ね磁石割と見ますよね。俺も使おうと思ってます。どっかで動画にしようと思っています、新しい磁石。まあ言うてやってることはあんま変わんないんで後回しになってるんですけど、普通に強いと思います。はい、ジャックはゴルゴニックガーディアンが出せるのがましたね。なんか相手の反応弱えな。ソーラーエクスチェンジ発動。ソーラーエクスチェンジの効果によって、ミネルヴァ墓地の部分、そしてミネルヴァちゃんの効果、もう一発撃つ。ルミナス捨てて2ドロー。なるほど、なんか割と強いな割と強め、割と強め。ワイトそこそこしたね。3体か、3体惜しいね。あと1体落ちたら勝ちだったねあと1体落ちたら勝ちまで見えた。でライドのサマナルミナスの効果を発動。ライデン墓地送ってライデンでいいのかな。ライデン墓地でしかないね。でライデン墓地送ってでライデン特殊召喚。いやーあと1体落ちたら勝ちだったんだけどな。でアサシン効果、やべバルブ、バルブ、いやこれスキルだな。悪夢の章、援軍の神ゲー神ゲーなんだか。で援軍発動していく。よしステゴサイバー落ちた。ステゴサイバー落ちたらでけえ。ステゴサイバーが落ちたらでけえぞ。これで俺多分知らないんだよな、多分ほぼ知らない。バルブ蘇生してもあんま意味ないしな。バルブ蘇生しても意味ない。これステゴサイバー落ちたらでけえ。これどうしよう。これもうなんかこれエンドでいいんじゃない。
ミカエルとかなってもしょあれこれブラックロードする必要ないんだけど多分これ。いやなんかめっちゃ落とした方が強いんじゃね。しかもなんかモンスター残ってた方が相手嫌だろ多分。除去しないといけないから。いやまあこれアサシンライデン守備でよかったな。じゃあ出さなくてもいい説あるなこれ。ブラックロードする必要性すらない。ステゴサイバー、ステゴサイバー、まあとりあえずぶん殴りましょう。ステゴサイバーいるから多分大丈夫で。いや死ぬかな俺これ。 死んだらちょっとだけど。でもさ3体並んできてステゴサイバー1体残ってるから、いや多分死なないと思うんだよね。これ1体受けんじゃん。で2体目の効果1000ダメージでステゴサイバー出すじゃん。でその後3体目の攻撃食らうから多分、ね、死なないと思うんだよねこれ。これ多分ねこのステゴサイバー最強っていうところを見せれるとは思う。でベータいいでしょ。はいはい。であとはねバックガールとかなんだよね。でとりあえずこいつぶん殴って、でダイヤルフだけはちょっとめんどくさいから嫌 でめっちゃ落とす、めっちゃ落とすめちゃめちゃ落とした。あと6枚、あと6枚、2ターン目終了時点であと6枚になった。デッキがマグネットフィールドいいだろう。マグネットフィールド強い。いや死ぬかなこれ。死なないと思うんだよね。墓地除外ギミック多分ないと思うんだよ。ってことはステゴサイバーは絶対起動できるから、はい、いいでしょう。さあベータ効果よろしい。かまわん、一向にかまわん。僕はかまわん、ガンマかまわん、いいだろう。なるほどな、なるほど。まあいろいろできるぞ。はい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 。でアルファ効果ベルセリオン、まあ、ベルセリオン着地までは絶対いきますね。あとはその猛攻撃を、その猛攻破局道をなんとかしてこっちの、ステゴサイバーっていうなんか謎の恐竜で止めてライフポイントさえ残せば、まあ、もらえる。多分これ伏せ引いてないっぽいね。デッキちょっと多いしね。これでモンスターだらけなんじゃないっていうか。で多分まあランク3するか、まあランク4、ランク4できないか。ランク3するか、まあランク3するのがあんまりいいか。ブリリアント、なるほど。ゴルゴニックガーディアンが一番面倒だけど、まあいいや。でブリリアント、打点上げると、はいはい、なるほどですね。えこれ除去できます、はい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 、除去できます。ベルセリオン、あそういうこと、なるほどね。あステゴサイバーがもういるから、あのキレ取れないからってこと、なるほどな。はいはい、まあ、それはいいわ、それは受ける。だから多分ね、バーガラーキにできたよ一応ね。バーガラーキにできたよ。どっちにしても俺耐えてるから、これで。でステゴサイバー効果1000ポイントダメージ受けて特殊召喚で、壁になってくれたんでこれ大丈夫。 OK、 よし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 、援軍を強え、援軍発動、援軍発動、パラリンで、ライトのダサシンライデン、サーチで、マンも辞していけばいいから、なるほど、マンも辞していく。ホワイトキングを召喚7000はやばい。で高額迷彩アーマーを装備、そしてグローアップパレムの効果も発動。シュッ、これでワイト全部したろ。おい。紙デッキできたわ。紙デッキ完成したわ。みんな使っていいぞ。さあお相手の方、戦場名マンダーさんですね。ドラゴニックフュージョンとかいうなんか意味わかんないスキルが発動されましたけど、俺って何ですか。はい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 、ドラゴニックフュージョン3、27枚デッキ、ドラゴニックフュージョン、これはなかなかヤバそうなデッキの匂いですね。でライドのアスシンライデン効果、あーステゴちゃんいいね、ステゴ落ちたのはいい。次ブラックローズで分からせる。はい、後悔するなよ。でですね、まあ、言うてね、ステゴサイバー落ちたら多分死にません。はい、シン、あなるほど、シンパラレルギア、ターン終了。なんで判定した、なんで判定した、あフィールドないから心境召喚できないことについた。なるほど、フィールドがないとね心境召喚できないんですよね、あのオンスター。あ新クローストリーム、新モンスター存在する場合相手ユーロのモンスターと戦闘して破壊する。へえ、あそういうことか、なるほどな、だから判定しちゃうか、なるほど。まあ
ルミナスでいいんですね。ルミナス召喚でルミナス効果で、まあミネルバでか、ミネルバ、ミネルバを直ジェットでもいいけどな。まあミネルバでいいか。持ち壊し加速した方がいいな。でライトバタシンライデンを特殊召喚、はい。でこれでミネルバ効果で、グロップルも落ちた。ですね、ミカエルさんのが強いですね。まあミカエルさんが強いですよね、これね。ミカエルさんに強い、多分ミカエルさんが強い。でミカエルさんに特殊召喚していく。でライフポイント払って相手のモンスターをゲームから除外していく。ほい、これはねエンドフェーズ時、これライトオードモンスターなんで、エンドフェーズ時に墓地を肥やせるのがね偉いんですよね。あ、これハマ入れといたらこれあれだな、勝てんな。これハマ入れるわ、ハマ入れよ。でとりあえずバレル、いやこれねレベル8進行ちょっと入ってないんで、ハマ入れます。いますね、バトルフェイズで。こうして1回でペ、ハマって仮面ライダーカリスさんですね。仮面ライダーブレイドも仮面ライダーカリスさんですね、はい、2回攻撃できるっていう、シンクロモンスターを使ってシンクロ召喚するとなんか2回攻撃できるっていうモンスターね。あれあれ出せます、あれ強いしね。ハマ入れましょう。で普通にこれワイドキング出さんで勝てそう。あ、やっときたか、新テリトリー。さあ新テリトリー効果、新ワールド発動、はい。新モンスターいんのかな、あいつなんていうか、テリトリーがめっちゃ強いんですよね。モンスターをちなみにこれ声優は田村敦さんです。新モン、あの新デッキ、パラドックス超融合時を超えた戦いみたいな、なんだっけ、時を超えた絆だっけ、あの映画見てください。新パラドックス来た、4000パンチマン出た、4000パンチマン来た。うわドラゴン、うわ聖画も入ってる、なるほど強い。納金スキルドレイン入りたいね、攻撃しろ。スキルドレインを入りたい人生ではある。まだいっか、別にまだいいで、分断られるで、ミカエル効果は発動別にしなくてもいい。で分投げられる、攻撃しろ。効果発動していきますか。ステゴサイバー、ステゴサイバー、まあどっちでもいいですけど、まあ、殺動しなくてもなんないですけど、まあ一応発動しましょう。ステゴサイバー特殊召喚、はい、 OK です。さあ相手のライフポイントあと残り1400、わからしていこう、わからしていこう。遊戯王デュエルリンクスっていうゲームがどういうゲームか、わからしていこう。強いなこのカード。スキルを発動していくぜ、スキル発動。さあ悪魔ショーで、いやはい強い。はい強い、はい強い。で、エンジン発動していく。さあ、機械のエンジンの効果によって帽子をパカッと増やして、さあ、ワイトめっちゃ落ちた、ワイトめっちゃ落ちた。ルミナスを回収するけど、ルミナスなんて出しませんよ。もちろん、ワイトキング。敗戦、ありがとうございました。遊戯王ブルリンクスって神ゲーですね。はい、ワイドもそう思います。さあお相手の方、小安対決来た。なんか小安対決多いな、さっきもなんか小安対決って言った気がするぞ。使ってるか知らんが、小安なんかそこそこいるんだけど、なんでなんか反応やばくないこれ。ライトロード、うわ弱っ弱っ。世界最弱反応来た、世界最弱すぎる、世界最弱ハンドや、助けてくれ。何ができるんやこのハンドで。はいはい、アルファ効果、はい、やべえこの次となら死ぬもん。これゴミ班すぎてこれさすがに採用できないですよこれ。はい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 、まあ、こういうこともね結構あるんですよね。まあ、どうせ多分この対戦使わないだろうな。どうせ多分この対戦使わないだろうなと思うと結構無言になるから、もしかしたら使うかもしれないから、こういう時も頑張って喋ってるんだけど結構つらい。はい、援軍ノードがやられる、はい、いいでしょう、いいでしょう。援軍発動、ライトオードアサシンライデン、なんか援軍入ってる構築珍しいですね。てかなんか最終戦争とかやばいカード見えてるけど、やばいカード見えてるけど、アサシンライデン、はい、で効果、はいはいはい、マグネットコンバージョン、ああなるほどね。あれもね結構強いですよねこれ。これあの墓地のマグネットウォーリアを回収するっていうことなんで、だから援軍入ってるのか、なるほど。これね、これはね、あ、デッドリシンか、なるほど、歴史召喚、はいはい、なるほどですね、モンスター効果、はい、デッドリシン効果、これ死ぬ普通に、あ、やべえ、だからシンプル死にそう、
シンプルに真相。あ、後ろねえよ。マジか。いや、ライトロード来い。ライトロード来い。ライトロード。ライトロード。ライトロード。ああ、悪くない。悪くはない。悪くはない。で、光のエンジン効果。ああ、ライトロード落ちないね。ライトロード一切落ちないね。なるほどね。これはもうでも、アサシンライで行くしかないんじゃない。アサシンライで持ってきて、で、エクスチェンジで、エクスチェンジで、まあでもステゴサイバーあるから、まあギリギリなんか、ワンあるみたいな話だけど。で、これでエクスチェンジ発動。はい。はい。援軍、援軍ですね。これはスキル発動援軍。スキル発動援軍。援軍、援軍、援軍以外認めない。援軍以外認めない。はは、ざっけんなよ。やばいだろ、このハンド。どうなってんだよ。どうなってんだよ、このハンド。どうなってんだよ、このハンド。ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。ふざけんなよ。ゴミじゃねえかよ。ゴミすぎるだろ。なんだ、このハンド。こういうことは起こり得ます、でも。こういうことは結構起こり得る。割とね。割と。マグネットコンバージョン、あのね、ちょっとね、やばいやばいこと起きる可能性あるんだよこれ。前僕1個だけやばいデッキ作ったことはあるんですよ。あのマグネットコンバージョンでこれその手札を回収して、でなんかその最終戦争を打つっていうデッキを作ったことがあって、動画にもしてるんですけど、やばいわそれは。ノーモーウォー、ノーモーウォー、ノーモーウォー、わあ。やばいこと起きてる。やばいこと起きてる。ノーモーウォー。